酒進むって。どうも、筋トレが好きな一流限界大学生の大輔です。今日もドリームユニークを使ってダイエット飯を作ってたんですけど、なんか知らん間にお酒にめちゃめちゃお料理が爆誕してました。料理ってやっぱどんな時でも毎日できるもんではないじゃないですか。ほんでめちゃめちゃ疲れてる日とか料理する気力もないし、なんかとりあえず食べたいみたいなんでカップラーメンに走るみたいなんて、まあありがちやと思うんですけど、今日のやつは冷やすやつなんで、いつ食べても美味しいし、疲れて家帰ってきた時に冷蔵庫にあったら嬉しいやつになってます。これでご飯をかき込んでビールもガバガバ飲んでたら、なんということでしょう、肥満への始まりです。